はい、本日はこの大和田カメラというあの大人気ドラマ半沢直樹でおなじみの大和田常務のになれるカメラアプリです。早速撮ってみましょう。こんな感じでまずフレームを選びます。フレームにはあの大和田常務のおなじみのセリフが載っています。でセリフを選ん で今回はできないのかねにします。できないのかね、できないのかね、よく言うから。よく言ってたっけ。よく言ってました。このように左にセリフが出てきます。でこれを合わせて写真を撮ります。でカズさんの表情をお願いします。大和田常務張りのあれだっけ、ちょっと眉毛が下がる感じなんだよね。うん、そうです。あーいい感じです、いい感じです。できないのかね。はい、チーズ。笑っちゃったよ。あーでもまあいい感じにできないのかねって言ってそうな感じになりましたね。でこれで右下のユーズでこれで OK です。あとはメニューは保存か共有なんですけど、ここも結構凝っていて、保存、そんなことできるもんならやってみたまえって書いてあるの。書いてある、すごい。で共有、そんなものは情に訴えるだけのくだらないパフォーマンスだ。ここまで大和田常務仕様になっております。このように大和田常務になれるカメラアプリでした。皆さんも試してみてください。